地域活動における感染症対策ガイド、新しい生活様式での地域活動。はじめに、日頃皆様からは生き生きと安心して暮らせるまちづくりにご尽力を賜っておりますことに心より感謝申し上げます。コミュニティ協議会や自治会町内会の活動は、生活環境の整備や地域福祉の増進、防災防犯など様々な分野にわたっており、少子超高齢化時代における持続可能な地域づくりに向けますます重要になっています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、こうした活動の中止や延期、縮小開催などが余儀なくされているため、感染症についての正しい理解に基づいて、感染拡大を防止しながら地域活動を行っていただけるよう、このガイドを作成いたしました。また、新型コロナウイルス感染症に感染した人やその家族、医療従事者等が、心ない人から差別や誹謗中傷を受ける事例が後を絶たないため、新型インフルエンザ等対策特別措置法にこれらを防止するための規定が設けられました。感染者等に対する差別や誹謗中傷は決して許されるものではありません。お互いを思いやり支え合う気持ちを忘れずに、人権への配慮をお願いいたします。感染拡大の防止は一人一人の地道な取り組みがとても重要です。このガイドを地域の皆様でご覧いただき、地域活動再開の参考としてくださるようお願いいたします。新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取り扱いが報告されています。こうした偏見や差別は、決して許されません。感染したことを理由に解雇される、回復しているのに出社を拒否される、病院で感染者が出たことを理由に子どもの保育園等の利用を拒否される、感染者が発生した学校の先生やその家族に対して来店を拒否する、感染者個人の名前や行動を特定しSNS 等で公表・非難する。無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される。特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取り扱い等の実態把握や啓発活動を行います。1、新型コロナウイルス感染症について。新型コロナウイルス感染症の症状。典型的な症状。発熱、筋肉痛、だるさ、嗅覚味覚障害、咳や痰、頭痛、息切れ、下痢、喉の痛み。こうした症状の多くはインフルエンザでもよく見られます。軽い風邪の症状だけで済んでしまう方も多くいます。症状から新型コロナと他の感染症を正しく確実に見分けることは困難です。異常を感じたら医療機関に受診しましょう。新型コロナウイルス感染症の感染経路。1、飛沫感染。最も多いのは近距離での飛沫感染です。会話、咳嗽、くしゃみ、咳などの際に、唾液や鼻水がウイルスを含む飛沫として空気中に拡散し、それを周囲の人が吸い込んだり、目の粘膜を介してウイルスが体内に入り込み、感染が起きることを飛沫感染と呼びます。飛沫は約 1.8 メートル飛ぶと言われており、2メートルのソーシャルディスタンスの根拠となっています。2、エアロゾルを介した空気感染。飛沫よりも小さく、
空気中を長時間漂う微小な粒子をエアロゾルやマイクロ飛沫と呼びます。エアロゾルは換気のできない部屋では3時間以上も空中を浮遊するとされています。エアロゾルも感染経路となります。3. 接触感染。ウイルスが付着したものの表面を手で触れて、さらにご自身の口、鼻、目を触れることで粘膜からウイルスが体内に入り込み感染が起きることを接触感染と呼びます。皮膚はウイルスなどが体内に侵入することを防ぐ有効なバリアであり、ウイルスが手などの皮膚に付着しただけでは感染は起きません。2. 各活動共通の感染症対策について。基本的な感染症対策。マスク着用、手指の消毒、検温、換気、3密の回避。マスク着用の徹底。活動時は参加者全員がマスクを正しく着用しましょう。飲食を伴う活動の場合、飲食時は会話をしない、飲食時以外はマスク着用を徹底しましょう。マスクの表面は飛沫がかかり汚染されています。そのため使用後のマスクは感染を広める可能性のあるものとして扱う必要があります。マスクに関する NG。 1. マスクから鼻を出す。2. マスクの前面を触れる。3. 外したマスクをテーブルの上などにそのまま置く。基本的な感染症対策用品。検温器、手指消毒薬、用具消毒薬、布巾、ペーパータオル。主催者は予備のマスクも用意しておきましょう。手洗い、手指の消毒を徹底しましょう。活動の前後は参加者全員が手洗いや手指の消毒を正しく行いましょう。手洗い、消毒を行っていない手で顔などに触らないよう注意しましょう。アルコール消毒液による手指消毒。手洗いも同様に行います。手のひらにアルコール液を受け止めて指先、爪の間にすり込む。反対の手のひらにアルコール液を移し、同様に指先、爪の間を消毒する。手のひらと指の間をこすり合わせ、すり込む。手の甲と手のひら、指の間をこすり合わせ、すり込む。反対の手も同様に行う。親指と手をねじり合わせてすり込む。反対の親指も同様に行う。手首にすり込む。反対の手首も同様に行う。検温の実施。活動の前に参加者に熱がある人がいないか確認しましょう。熱があるなど体調に異常がある人がいたら活動参加を自粛してもらいましょう。換気の実施。しっかりと部屋の換気を行うことで空気中に漂うエアロゾルの濃度を下げ感染を防ぐことができます。冬場も部屋や施設内の室温が下がりすぎないよう暖房器具を使用しながら換気方法の工夫をしましょう。1. 24時間の自動換気システムや換気扇がある場合は常時使用。 2. 窓を少しだけ開けて常に換気。 3. 2段階換気を行う。3密の回避。密集を避ける、密接を避ける、
密室を避ける。接触感染を防ぐために、手指衛生の徹底、手洗いやアルコール消毒液による消毒、介護など人に触れる前後、食事や調理前、トイレの後、咳やくしゃみを手で覆った後、帰宅時、職場や地域活動の場へ出入りする前、こまめな消毒、ドアノブ、電話の受話器、蛇口、窓の取っ手、テーブル、パソコンのマウスやキーボード、タブレット式端末など、不特定多数の人が触れるもの、箇所、机やドアノブなどの多くの人が触る箇所の消毒をお願いしていますが、すべてを消毒することは難しいと思います。参加者の皆さんに対し、自主的な手指消毒や手洗いの呼びかけをお願いしましょう。その他の感染症対策。参加者の把握。可能な限り参加者名簿を作成しましょう。感染者が発生した際は、必要に応じて公的機関へ情報が提供されることを参加者に周知し、個人情報の取り扱いには十分注意しましょう。国や新潟県の接触確認アプリなど、感染拡大防止システムの活用を呼びかけましょう。その他、高齢者や妊婦など重症化リスクの高い人が参加する行事は、対策をより徹底しましょう。感染が拡大傾向になった場合は、事業の中止や実施方法の見直しを行いましょう。注意しましょう。クラスターが発生しやすい状況及び原因。カラオケ。防音のため閉め切った空間で長時間滞在する。歌うことで飛沫やエアロゾルが多量に発生する。歌う際にマスクを外してしまう。飲酒を伴う会食や接待を伴う飲食店。お酒の影響もあり、近距離で大声で話す。3密が起こりやすい。食事や飲酒のためマスクを外してしまう。職場の会議、休憩室、喫煙所。換気が不十分な空間での長時間の会話や議論。喫煙の際にマスクを外してしまう。休憩中の気の緩み。新別感染症対策。3、会議・研修会における感染症対策。各活動共通の感染症対策に加えて注意すること。行列や人混みが予想される場所等には、間隔を示す目印の設置などの工夫をしましょう。また、座席は人との距離が保てるようにしましょう。間隔を示す目印の設置。間隔を保って並びましょう。座席のソーシャルディスタンス。対面で発生する場合、間隔を取りましょう。
ミーティングなどは間隔を取りましょう。司会など発表者の場所には、飛沫感染防止用のアクリル板、透明ビニールカーテンの設置など、飛沫が飛ばないように配慮しましょう。アクリル板の設置。話す人が変わる場合、マイク、アクリル板の消毒をしましょう。使用前後に消毒しましょう。受付などでの注意事項も発生を減らしましょう。物品はスタッフが手渡しせずに参加者にお取りいただきましょう。資料は参加者にお取りいただきましょう。アンケートの回収など手渡ししないようにしましょう。人とのすれ違いを避けるため、一方通行で出入りしましょう。密にならないよう、時間差による退席。密にならないよう、スムースな退場の動線。4. 調理・飲食を伴う活動における感染症対策。各活動共通の感染症対策に加えて注意すること。調理や食事の前には、十分な手洗い・手指の消毒をしましょう。大声は厳禁。食べる時だけマスクを外し、会話の際はマスクを着用しましょう。また、可能な限り対面にならないよう排斥等を工夫しましょう。対面の場合は2メートル以上離して配置。距離が確保できない場合、飛沫防止にアクリル板などの設置。冷房時に窓が十分に開けられない室内では、窓からの換気と空気清浄機を併用するなど、換気不足を補いましょう。暖房時には加湿器を使用するなど、湿度を高めに保つようにしましょう。換気しましょう。窓が十分に開けられない場合、空気清浄機を併用しましょう。風通しが悪い会場は、送風機を使用しましょう。
布やペーパーに消毒液を塗布してから拭きましょう。ドアノブなど多数の人が触れる部分の消毒をしましょう。不特定多数の人が触れる物、箇所を消毒。使用前後に消毒しましょう。大皿で取り分ける食事は控え、個々の皿に盛り付けましょう。個々の皿に盛り付けましょう。5. 屋外活動における感染症対策。各活動共通の感染症対策に加えて注意すること。物品はスタッフが手渡しせずに参加者にお取りいただきましょう。ペットボトルは参加者にお取りいただきましょう。ミーティングの際は人との距離を保ちましょう。室外でも間隔はしっかりと空ける。距離をとって作業を行いましょう。室外でも間隔はしっかりと空ける。至近距離での作業は会話は控えましょう。大きな声を出さず、拡声器を使用しましょう。休憩の際は対面にならないようにしましょう。布やペーパーに消毒液を塗布してから拭きましょう。用具は使用前後に消毒しましょう。6. 運動を伴う活動における感染症対策。各活動共通の感染症対策に加えて注意すること。密室にならないよう常時換気をしましょう。換気で常時空気の入れ替えをします。人との間隔、並び方などの工夫や飛沫感染防止の対策を行いましょう。人と人の間隔を保ったラジオ体操。体育館など広い室内でも間隔はしっかりと空ける。人との間隔を保って順番を待ちましょう。使用後は室内や用具の消毒をしましょう。
ダンスなど汗が吹き出る演目の後は、モップなどで床を拭き取りましょう。布やペーパーに消毒液を塗布してから拭きましょう。不特定多数の人が触れるもの、箇所を消毒。7. 夏季における感染症対策の注意事項。マスク着用により熱中症のリスクが高まります。マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど体温調整がしづらくなってしまいます。暑さを避け、水分を取るなどの熱中症予防と、マスク、換気などの新しい生活様式を両立させましょう。暑さを避けましょう。喉が渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう。エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。暑さに備えた体作りと、日頃から体調管理をしましょう。コロナ禍においても、地域活動は地域社会に必要不可欠。過剰に不安がらずに、正しい知識、情報をもとに行動しましょう。適切な感染症対策で、安心安全な地域活動を行いましょう。